ここは静岡県の沼津駅でございます。熱海駅から20分ぐらい西に来た駅でございます。JR の管轄でいうと JR 東海の駅でございます。ですがただいま映っている車両はですね、JR 東日本、東京走っている、東海道線の車両です。形式名は E233系と言います。東海道線は主に15両で走っておりますが、東京地区の東海道線ですね、15両で走っておりますが、こちらは基本編成の10両のみで、JR 東海の沼津まで入ってきております。なおグリーン車もついております。この電車今から沼津からなんと宇都宮に行くんですね。まもなく出発します。出発しました。1年前ですね、ケイントーク根岸線の根岸駅の近くに住んでおりましたが、この車両と全く同じデザインの、車両がですね走っておりまして、とても懐かしい雰囲気でございます。今こうやって私は名古屋に住んで、東京の車両とはこれでお別れでございます。ですのでこうやって、見送っております。帯の色が違えどケイントーク線の車両と一緒ですので、とても懐かしい思いでございます。また会いに行きます。